パーベルグラチョフパーベルセルゲービチグラチョフは、ソビエト連邦及び、ロシアの軍人、政治家。ロシア連邦初代国防省。上級大将。ソ連邦英雄。1948年トゥーラ州に生まれる。リャザン空帝高等式学校、フルンゼ軍事アカデミーを卒業する。1972年に、ソ連共産党入党。 1981年からアフガニスタン戦争に従軍し空挺部隊の副連隊長、連隊長として勤務。1983年ソ連領内に戻り副師団長。1985年師団長としてアフガニスタンに戻る。アフガン戦争従軍時最小限の人的損失の下での戦闘任務の遂行によりソ連邦英雄称号を授与された。 1990年、参謀本部アカデミーを卒業し、ソ連空挺軍副司令官に任命。同年12月から司令官。1991年8月のソ連8月クーデターでは、当初、国家非常事態委員会から、エフゲニー・シャポシニコフ空軍総司令官と相談の上、ボリス・エリツイン陣営に参加を表明。以後、エリツインに徴用される。クーデター後、ソ連国防省、 第一次官。1992年1月から CIS 統合軍第一副総司令官。同年には、ビクトル・バランニコフと共に、ロシア連邦では、初の上級大将階級授与者にもなっている。1992年5月に、ロシア連邦国防省が設置されたことに伴い、初代国防大臣に就任する。国防省としては、 エリツインの意にダクダクと従うケースが多く、1993年、モスクワ騒乱事件では、エリツインの命令に従って、最高会議ビルを砲撃させた。また、1994年の第一次チェチェン戦争では、チェチェン武装勢力を軽視し、外周一色だと言わんばかりの態度であったが逆に、政府軍に大損害を与え、現在に至るチェチェン問題を招く結果となった。 戦局のまずさに加え、兵器の横流しに手を染めていたという汚職疑惑もあり、性的であったアレクサンドル・レベジが、ロシア連邦安全保障会議初期に就任し、エリツィに、グラチョフの解任を要求したため、1996年6月国防省を解任された。公認の国防省には、レベジ派のロジオノフが就任した。1998年国営兵器。 装備輸出会社の最高軍事顧問に就任した。2012年9月23日、モスクワの軍の病院で死去。64歳ー霊人勲章、赤旗勲章、赤星勲章、ソ連軍における祖国への奉仕に対する勲章、アフガン、赤旗勲章、個人的勇気に対する勲章を受章。ソ連ポ英雄。ラテン文字転車、パーベルセニューバチグラシェーブハット、 ロシアンクライシスザメインプレイヤーズゼネラルグラシェブインデペンデント2016年8月12日閲覧フォーマーロシアディフェンスチーフグラシェブダイズロイター2012年9月24日閲覧ありがとうございます